ボーイング2707ボーイング2707から300のサンメ面ン図ボーイング2707はアメリカ初の超音速旅客機となるべく計画された航空機。ワシントン州レントンにあるボーイングの工場で製造される予定だったがソニックブームに代表される環境への悪影響の懸念が激しい抗議を呼び起こし、原型試作機が完成するよりも前の1971年に 計画は中止された。モデル名である2707は、巡航速度がマッハ2.7であること、またボーイング707の成功を受け、新しい世代の707であるという意味を、込めて付けられた、という説がある。ブリティッシュエアウェイズのコンコルドアイロフロートのつマイナス144ボーイングは1952年から超音速、輸送機の設計に取り組んできており、 小規模な研究をいくつか行っていた。1958年には常設の研究委員会が発足し、1960年には開発規模が100万ドルに届くほどにまで成長した。この研究開発の過程で設計案がいくつか提示され、これらすべてがモデル733と呼ばれた。ほとんどはデルタ翼を基本としたものであったが、 1959年には TFX 計画を反映した可変翼の設計案が提示された。1960年には社内で競争施策が行われた。これは150座席を備え大西洋横断飛行が可能な機体を基本とするものだったが、可変翼バージョンが非常に有利だと判明した。1962年の前半に、 イギリスの BAC とフランスの首都アビアシオンとの間で両者が進めている超音速輸送機計画の統合についての暫定協議が行われた。同年半ば頃までにはこの話は真実味を帯びたものとなり、すぐにでも設計案が提示されそうな状況となった。11月にコンコルドを共同で製造するという計画が発表されるとヨーロッパ以外の各国にはある。 主の衝撃が走った。当時は将来的に民間航空機のほとんどが超音速機になると広く信じられていたため、この点でヨーロッパが大きく先行しているように思われたのである。さらに、ソビエト連邦でも1962年には超音速輸送機のつ -144 の計画が発表されており、東西冷戦の最中の当時、 アメリカはソ連に対しても対抗する必要があった。1963年6月5日にアメリカ合衆国大統領のジョンカイ・ケネディはコンコルドに勝る旅客機開発計画に対しての資金投入を承認した。ナショナルスーパーソニックトランスポート計画と呼ばれるようになるこの計画は開発費の75%を政府が負担することになっていた。 当時の FAA 局長で後にパンアメリカン航空社長になるナジーブ・ハラビーはすでに開発が進んでしまっているコンコルドに追いつくのは不可能だと考えより先進的な機体設計を狙うことにした。250人の乗客をマッハ2.7から3.0程度の速度で大西洋を越えて運ぶというのがその計画だった。この飛行速度を達成するにはスキンの材料を コンコルドのような耐熱アルミニウム合金でなく、より高温でも十分な強度を維持できるステンレス効果、チタニウム合金にする必要があった。ブラニフ航空のチャールズ・イーベアード社長と733から290のモックアップ要求使用書は、機体メーカー3社、ボーイング、ロッキード、ノースアメリカン、と、エンジンメーカー3社、カーチスライト、ゼネラルエレクトリック、プラットホイットニー、 へと送られた。FAA の予測によると、1990年までに500機以上の超音速輸送機の試乗が見込めるとのことだった。ボーイングによる予備設計は1964年1月15日に FAA から承認された。これは1960年に検討された、可変翼のモデル733とほとんど同じものだった。公式には、 モデル733から197とされていたが、1966、モデルやモデル2707とも呼ばれた。ボーイングは733と呼び続けたが、なぜか2707という故障が、一般には普及した。機体外観は、可変翼の超音速爆撃機、B-1 によく似ていたが、個々のエンジンが独立したナセルに収められている点は、異なっていた。 各社の試案が提示され、XB-70 超音速爆撃機の開発を進めており、この技術を応用しようとしていた、ノースアメリカンとカーチスライトが競争から脱落した。ボーイングとロッキードは、より FAA の要求仕様に沿うような、かつ、勝ち残った2社のいずれのエンジンにも対応できるような、機体を提示するよう求められた。11月に設計審査が再度行われたが、 この時までに、ボーイングは当初の設計を変更して、250隻のモデル733から290へとスケールアップさせていた。ジェット廃棄に関する懸念から、4機のエンジンは面積を拡大した水平尾翼の下へと移された。主翼が最高対1になると、水平尾翼と共に、デルタ翼状の平面型を構成することになった。 ヒラー航空博物館に展示中のボーイング2707の、モックアップボーイング2707の、モックアップボーイング、ロッキードの両者にはそれまでよりも、はるかに詳細な設計案の提示が求められ、1966年に最終審査がなされることとなった。この時点で、ボーイング案は300席のモデル733から390となっていた。 1966年9月には、ロッキードの L-2000 ともに、実物大モックアップが提示された。一連の審査が続き、12月31日に GE の GE4、J5 エンジンを搭載した、ボーイングアンの勝利が報じられた。ボーイングアンと比較して、ロッキードアンは、製造が容易で、リスクも小さい代わりに、性能がやや劣り騒音レベルもやや大きいと、 判定された。モデル733から390は当時のアウンソク飛行機と比較しても先進的だった。通路が2本あるワイドボディ機の走りであり、横一列の座席配置は2席通路から3席、通路2席だった。当然、当時運行中のナローボディ機よりずっと太い胴体を備えていた。モックアップには 落下防止バー付けのオーバーヘッドストレージに加え、機内のセクション間に大きめの荷物置き場が設けられていた。247席のツーリストクラスには6列ごとの上部に収納可能なテレビがあり、30席のファーストクラスには隣りあった2座席の間のコンソールに小ぶりのテレビが2つあった。ボーイングは次のように予測していた、開発が 直ちに承認されれば、1967年に、原型試作機の製作を開始し、1970年、初頭に初飛行を達成できる。さらに、1969年初頭から量産を開始し、1972年の後期には、量産機の初飛行を、1974年の半ばまでには、形式証明を取得できると、ボーイング2 7 7の、 モックアップしかしながら、原型施策の段階で、可変翼の気候に起因する重量像が手に負えないほどの大問題となってしまった。ついに1968年10月には、モデル2707から100-200の可変翼案を放棄せざるを得なくなり、ロッキード案によく似たデルタ翼を採用することになった。サイズをやや縮小して234席となったこの、 設計案は、モデル2707から300とされた。1969年9月に、実物大モックアップと2機のプロトタイプの製作が開始されたが、すでに当初予定よりも2年遅れていた。1969年10月の段階で、パンアメリカン航空の15機を筆頭に、日本航空や、ルフトハンザドイツ航空、ブラニフ航空や、トランスワールド航空など、 世界の26のフラッグキャリアから122機を受注していた。これに対しコンコルドは16社から74機を受注していた。一方で当時のボーイングは新型の大型旅客機でアオンソク旅客機であるボーイング747を開発しているが、この機体はボーイング2707実用化の暁には貨物機に転用する予定であった。この頃、 計画への抵抗運動が拡大しつつあった。環境保護論者が最も強力なグループを形成しており、高高度飛行によるオゾン層現象の可能性や空港で発生する騒音、超音速飛行時に生ずるソニックブームなどに懸念を表明していた。特にソニックブームは大きな問題とされ、多くの集会が開かれる原因となった上、最終的には 陸地上空での超音速飛行が禁止されることとなった。私企業が製造、運航する航空機の開発に政府が資金を拒出するということを好ましく思わない左派の動きもあった。超音速旅客機への反対キャンペーンは民主党上院議員のウィリアム・プロクシマイヤーが率いており、彼はこれを政府の浪費に対する聖戦であるとしていた。 1971年3月、上院議会は、資金援助の停止を決定した。その後、開発を後押しする手紙が寄せられ、それらに含まれていた資金は合計で100万ドルを超えるほどであった。しかしながら、同年5月20日、計画は中止された。2機の原型試作機は結局完成しなかった。超音速旅客機は、 前述のような環境問題のみならず、経済性の面でもアオ速で大量輸送する、ボーイング747のような飛行機に遠く及ばなかったという問題もあり、航空輸送の主役を勝ち取ることはなかった。一方のボーイング747は、半世紀近くにわたって量産が続き、1500機を超える数が生産されている。モックアップは解体され、フロリダ州へと運ばれて、 スクラップ置き場に放置された。19年後に買い取られ、一部が再組み立てされて、カリフォルニア州サンカルロスにあるヒラー航空博物館に展示されることとなった。フラッグキャリアの日本航空は、かつて太平洋路線において、ジェット旅客機の導入が遅れたために競争力を失ったことがあり、SST の導入に際しては遅れを取らぬようにとの日本政府の指示で、 1964年にはすでに5機を発注している。また1968年発行の航空機関誌、航空情報第236号に記載された広告によれば発機を発注し、共に発注していたコンコルドと一緒に記載されていた。なお、日本の航空会社では、日本航空以外発注するものは皆無であった。なお、 日本航空は、ボーイング2707のデモンストレーション用のオフィシャルモデル2機を製作している。このうち1機は、日本航空が保管しているが、別の1機が2009年1月6日放映のテレビ、番組、開運。何でも官邸団に出品され、先端などが破損した状態であったが100万円もの値が付けられた。出典、NASA 航空機開発誌。初言性能。 ありがとうございます。